スイカの栽培にあたり安心安全を心がけ、あまり農薬を使わないようにしております。病気や害虫、雨やひげ印があっても強く、また糖度を上げるためにも大きな丈夫なつる作りを心がけております。肥料や農薬だけではこのようなつるにはなりません。ビタミン系のアミノ酸、粘りを良くするものを葉面散布でたびたび使います。今年は4月1日から6月1日まで3回に分けて定植をいたしました。ご覧のように4ヶ月以上経過した現在もつるは元気です。品種と糖度にもこだわりを持ち、黒川の種ありと種なし、島スイカの種ありと種なし、梅雨上がりから盆前あたりは晴天が長く続くため糖度がぐんぐん上がり、13度から15度超えを2年続けて経験をいたしました。どうぞご賞味ください。